こんばんばは、えー。僕はの寝る時にですね、えー、タオルケットのようなものを、えーまあ、ベッドの上に置いて、まあ、でもそれをかぶるわけではなくね、えー、脇に置いてるだけなんですけれどもなのでまあ、あのー、夏場特に暑いですしね、えー、ドライをちょっとだけ入れてね、えー、そんな風にして寝てますね。だけど、 今日の朝なんかはもうね、そのタオルケットをすっぽり足先から、えー、肩のところまでね、えー、被らないとなんだかちょっとむず寒くてね、むず寒い。<laughs> なんだかちょっとね、もうが秋、深しの感じですよね。 あの、朝夕は本当にね、めっきり涼しいです。まあ寒いってとこまではいかないですけど、あの、かなりね、涼しいですよね。まああの、タオルケットをちょっとね、えー、引っかぶって、えー、ね、ちょっとぬくぬくして寝るのは気持ちいいもんですね。えー、先週の木曜日15日ね、新、え、境、ー、雲流フレックスビル、えー、地下1階の、えー、スペードボックスでね、原潤ライブを行いました。本当にね、たくさんのお客さんに来ていただきましてね、もうね、えー、感謝感激ですね。本当にありがとうございました。 あのー、まあ、えー、実はあのちょっとそのチケットが、えー、完売した後にも、えー、予約なんかを承ってしまってね予定数よりもちょっとね、えー、多くの方にねお越しいただけそうだということでお店の方とね、まあえー、苦心してね椅子の数をね、えー、増やしてなんとかね皆さんに座っていただけるようにということでね、えー、まああのー。 かなり窮屈ではあったと思いますけれども、まあ、なんとかね、えー、座ってご覧いただけたかなと思いますね。えー、本当にありがとうございました。えー、まあ、あのー、毎度、えー、いろんな方から終わった後、コメントとかメールをね、いただきますね。あのー、まあ、 回を重ねるごとに良くなっていくねとかどこまで順空は行くんだろうとかね本当に嬉しいことを言ってくださいます僕もねあの今年の6月11日のソウルダイナでのライブこの時もそうでしたし、えー、まあ,あの手応えとしてはねなんかあの今回もちょっとありましたね 毎度言ってますけれども、そのライブの直前に、えー、喉がね、すごく、えー、ガサガサして、これで大丈夫だろうかってね、えー、不安な面持ちでね、あのー、ライブに臨むんですけど、まあ、結果は、六、え、一、ー、611も、えー、そして海のイベントも、ね、そしてスペードボックスのライブもね、なんとかね、歌い切ることができました。えー、今回はですね、全部で、えー、僕の曲が22曲、ね、そして慶三さんに2曲歌っていただきました。全20 4曲ね、えー、演奏いたたししましたまあなんとかね最後まで、えー、立って歌うことができましたよね。あのー、ステージで慶ドさんもおっしゃってましたけどやっぱりね、えー、年とともにね、まあ、腰痛だの型。えー肩 の痛みとか、えー、腕のしびれとかね、まあ、いろんなものが出てきますよ。これはまあえー、特別なことではなくてね、きっと皆さん、えー、体験されることですね。えー、今現在体験して見える方も、えー、見えるかもしれませんけれどもね。まあそんなのがね、えー、なんだかんだ、えー、出てきますよね。でもまあそれに負けることなくね、えー、ステージの3時間弱はね、なんとかやりきることができました。本当にね、皆さんのね、食い入るようなね、眼差し。これはね、 やっぱりあのステージで照明を浴びてますから客席は暗くなかなか見づらいんですけどでもねやっぱり目って光るんですね、えー、キラキラっとね、えー、光りますそして僕は照明が一瞬えー、っと陰った時にあの客席なんかを見ると本当にねもうくんくりりんのお目目でね、えー、食い入るように見てくれてますよね。 そして、まあ、あのおいおい、えー、動画を流していきたいと思うんですけれどもだからまああんまり今言っちゃっちゃ、ね、あれかもしれないですけどその「スポットライト」ね僕はね何とも言えない思いでこの歌をね、えー、歌いましたあの実を言うとこの「スポットライト」という曲は、えー、最初作ったセットリストには入ってなかったんですね えー、まあ、これは活動を再開して、僕帰ってきましたよ、みんなありがとうねというつもりで、最初のライブのオープニングに一回だけ歌うつもりでね、えー、そしてアンサーズのアルバムにも入れましたね。 だけど、やっぱりあの、毎回毎回がね、僕にとってはね、えー、帰ってきましたっていう気持ちと、そしてもう一回スポットライトをね、浴びてね、僕はみんなの前で歌いたいという気持ちね。これはね、やっぱり、えー、最初の一回だけではなく、毎回そういう気持ちにね、えー、やっぱなりますよね。で、えー、まあ、 奇しくもね、9月15日、4年前、2012年の9月15日、初めての活動再開、1回目のライブをね、ソウルダイナーさんでやらせていただきました。まさ、あ、にね、4年後の同じ日ですね。なのでね、 えーまあ、あのスポットライトっていうのは結構、まあ、あの後半苦しくなる曲なので、えー、ライブの後半に、ね、この曲を持ってくるのは、まあ、あちょっと冒険ではあるんですよね。えーまあ、最後ガーッとね張りますねしかもライブの後半っていうとやっぱりちょっと体力的にも疲れてきてるからそこにねこれを持ってきていいだろうか。 ってねえー、思いましたけれども目、まあ、目か3校目のセットトリストで、えー、入れましたどうしてもやっぱりね、この曲をね、歌いたい、ねえー。そして、まあ最後の怒涛のね、メドレーに、えー、突入する前にね、えー、僕の思いをね、えー、聞いてもらって、そして最後ね、えー、なだれ込んでいきたいなと思って、ここにね、持ってきました。あの、まあ、 オープニング一曲目で歌うんだったらまだね、体力ありますからいけるかなという気はしますけどね、やっぱ後半に持っていくるのは正直ちょっと怖かったですけど、まあなんとかね、えー、皆さんのね、その、クンクルをめめとね、まあそしてメンバーのね、熱い思いでね、えー、やりきることができました。ね、本当に、えー 今あの動画を編集中です。そして、えー、今日のラジオも一部動画流しますんで、一気に全部はすごい時間になってしまいますので、えー、ファーストステージの前半ね。 その部分をね、えー、今日はね、えー、ご覧いただきたいと思いますね、えー。おいおいね、そのファーストステージの後半、そして慶三さんのコーナー、そしてセカンドステージの前半後半とね、まあ何回かに分かれちゃうかもしれませんけれども、えー、あの、お届けしたいと思いますんでね、まあ時間のある時にね、ゆっくり見てください。まあまあですよね。僕あんまりこういうこと言いたくないんですけどね、あのー、 それは自画自賛とかそういうことではなくてね、やっぱりあの、まあまあと言ってしまったら、まあそこで止まってしまうようなね、え気がしますね、えー。そんなことないと自分で思ってもね、やっぱこの、えー、気持ち、慢心と言うんでしょうかね。えー、おごり高ぶる心と言いますかね。えー、まあ、あのー、そんなのがまあ一番の敵だと思ってますからね。まあ、でもね、僕はまあ、あのー、 まあ、そう言いながらもね、えー、まあまあ、えー、いいステージができたかなと思いますね。えー、また、後ほどね、えー、動画をご覧ください。ね本当にね、ありがとうございました。えー、そして、あのー、お越しいただけなかった方は、えー、動画をね、ゆっくりご覧ください。ね、えー、ありがとうございました。えー、そんなことで、原純座レディオ第58回目やってみたいと思います。原純座レディオ。 第六感という言葉がありますよね。あのー、まあ基本、えー、人間の感覚というのは五感までですね。見る聞く匂、えー、いを嗅ぐ 味覚、ね、えー、味わうそして食、ね、触る、ね、触るもしくは触られるこれが五感ですよね見る、聞く、匂う、味わう、触るこの五感というのはもう現実に感じるものですよねそして先ほど言いました第六感、ね、この第六感というのはあの辞書で引いてみますとね五感のほかにあるとされる感覚で鋭く物事の本質をつかむ心の働きねき、えー 五感の他にあるるとされる、ね、つまりはっきりは分かってないということですよね、えー、あるとされる感覚で鋭く物事の本質をつかむ心の働きと書いてありますまあこのややこしいこと言わなくても第6巻といえばだいたいどなたもねどんなものか、まあ、想像つきますよね、えー、虫の知らせですとかね、えー、何かその悪い予感がするとか。 また逆に虫の知らせとは言わないかもしれないですけど何かいいことが起こる予感を感じたりとか例えば、えー、犬がですね、えーまあ、あのご主人がね、えー、帰ってくるそれはかなり遠いところからつまりその足音なんか多分聞こえないだろうというような遠いところからもう。 ワンワン家の中で泣き始めるとかね。だからこの第六巻というのはまあ人間に限ったことじゃなくて、えー、むしろ動物なんかの方がね、えー、ひょっとしたら鋭いのかもしれないですね。この第六巻をですね、えー、なぜこの話題にしたかね。要はあの目に見えるもの、はっきりえ特定できるもの、ね、認識できるものではないもの。つまりこれは第六巻もそうですし、例えば運命。 定め、ね。よく、天、え、命、ー、とか言いますよね。 まあこういうことが実際にあったとしてね、えー、これが分かったらねこんな楽なことはないですよねそのつまり、えー、自分の将来ねそれは近い将来、えー、遠い将来何が起こるのか自分はどうなっていくのかねそれが分かったらねまあ面白くないとも言えるけれどもまあ、えー、何か策を立てることもできますし危険なものであれば回避することもできるしねまあ、えー、先を知りたいと思うのはやっぱりその人の何て言うんだろう世の常と言います ですかね。だからあの占いみたいなものが多分あるんだと思いますよね。世の中にはいろんな占いがあります。 この、えー、占い師さんね、えー、すごくその、まあ、当たるというようなことでね、繁盛しているお店もあれば、まあ、全く当たらないからってね、人が全然寄り付かないような、そんなね、占い師さんも見えるかと思います。これがね、えー、まさにその第六感というようなことなんじゃないでしょうかねえ。えー、占いは統計学だなんていうことも言いますけれども、やっぱりその、それだけではなくてね、つまり計算だけではなくて、なんか、ひらめくものとかね、そういったものがあって、 それでまあ見てもらう人を納得させるだけのね、えー、なんだろう、なんか予言だとかね、えー、過去にこんなことありましたねっていうのがまあバッチリ当たってたりね、えー、まあそんなことが起こるんだと思いますね。あのー、僕はね、えー、六世占術っていうんですかね、あの、細木和子さんって方がね、本を出してみます。これをね、僕はあのー、 かなり信じてましたね。あのました。というか、まあ信じています。僕はすごくね。それが当たってたんですよね。 えっとね、ですからその、やっぱり一番気になるのは大作会ってやつですね。これは3年間あってね。まあ非常にね、えー、不愉快な3年間ですね。あれしちゃいけない、これしちゃいけない。もう本当にね、おとなしくね、嵐の過ぎ去るのを待ちなさいみたいなね。まあそんなこと言われました。えー、ちょうどね、27年前ですね、僕はね、大作会という、えー、3年間の中の一番深いところ、ね、真ん中の年にいましたよね。えー27年前僕が が三十四歳の時ですね。えー、この三十四歳というのは父親を失った年でもあります。三十三歳から始まって三十四、三十五歳とね、この三年間がね、えー、僕のね、えー、まあ、えー、人生いくつか来る大災害の中の一つでしたね。 そしてこの大作会というのは、まあこれはあの、あくまでもね、まあ毎度言いますけれども、そんなものはペテンダの一言でね、片付けてしまうこともできる、えー、かもしれません。これはもう本当にまさに信じる者の,のみが、えー、なんて言うんだろう、熱心に語るといいますかね、信じない人はね、アホ臭で終わっちゃうと思いますよね。 ただ僕はね、まあ実を言いますとその27年前の大作会というのが人生でね、一番でかい、ね、一番強烈なね、えー、大作会でした。ね、そう思ってますね。というのはまあ、えー、例えば60年生きてれば、えー、12年のサイクルですから、えー、5回大作会があるわけですよね。僕は今61です。ですから、えー、まあ、計算上は、えー、僕の人生で5回大作会があったことになりますね。えー つい3年前も大作家を卒業したばっかりですから。なので、27年前の大作家っていうのは、まあ、えー、人生における何回目の大作家になるのかな。えー、まあ、2回目か3回目のね、えー、大作家ですよね。えー まあ人生いくつもある大作会の中で一つだけもう本当に激しいね大作会があると聞かされましたね僕にその先生術のことを教えてくれたり、えー、あのんさんを占ってあげるよって言ってね、えー、まあ占ってくれた人がいますね、えー、その人はドラムを叩く人なんですけどもねまあドラマ優秀なドラマーでありながらなんだかその先生術の話もすごく詳しく知ってましてねもう本当にねお見通しでしたいうこと,いうこと てて当たたってましただからもちろん全く当たってないっていう人だっているだろうからそんなものはペテンだでそ,その人は多分それで終わると思うんですけど僕は、まあ、実はちょっとあの27年前の大作会というのは、まあ、非常に精神的に錯乱してましてね、えー、とってもね、えー、深い、えー、どん底に落ち込んでいました。なんで、まあ、我らをも、えー、すがる、えー 思いで、まあたまたまそのね、当時一緒にバンドをやってたドラムの人がすごく詳しかったんでね、まあいろいろ教えてもらいました。ね、えー、こういうことをしちゃいけないとか、こういうふうにしなさいとか、じゅんさんは、えー、何年前にこういうことがあったはずだとか、何年前にこうだったとかね、まあそんなことをね、いろいろ聞かされましたよ。ね。 そしてたまたまその時、えー、ケントスで一緒だった本田君ね、えー、その話を僕がポロッとしたら、ジ12年前もそんなこと言ってたよって。だから僕は一番ひどい大作会だと思ってたその27年前の、遡るさらに12年前の大作会の時にも、本田ダ君相手にね、なんか悩み事をね、ぐだぐだ言ってたようですよね。まあそんなことでね、えー、その27年前の大作会のど真ん中のね、一番 深い時に、えー、父親を亡くしましまたたまたま、えー、父親も僕とほぼ同じ運気で、えー、大作会でつまり、えー、本人も大作会そして周りで、えー、看病している我々母親確か妹なんかもそうだったと思いますけどももう大作会の集まりみたいなね、えー、家族の生の年月日全部教えてくださいとかって言われてね、えー、言いました。そしたあの 残念ですけれども、お父さんは、えー、この年の、この月の、このあたりで多分亡くなられると思いますと。ね。えー、彼はそう言いました。ね。あのー、 ほぼぴったりその時期にね、父親は亡くなりました。まあ僕はあの医者よりも彼のことを信じてたので、あ、そうか、この子がそう言うんだったらやっぱりダメなのかなと思ってね、34歳のね、1月21日ですよ、ね、父親を見送りました。まあ、えー、そして、えー その翌年ももう一年大作会があったんですが、僕の作乱というのはこの3年間びっしり続いてましたね。えー、まあそんな時にね、えー、本当にいろいろ助けてくれた方もいらっしゃったんですけれども、まあそれ以降2回大作会というのを迎えてますけれども、まあ僕はね、あんまり、えー、そんな、えー、27年前のようなひどいことはなくて、まあ平々凡々に来ました。そしてなんとね、えー 僕が活動を再開した2012年。 ね、2012年から最も、えー、最寄りの、ね、最も最近の大作会が始まっていますね、えー、2012年13年14年が一番近いところの僕の、ね、大作会なんですよねでまあ、えー、この、えー、戦術を知っている方は、えー、よくわかると思うんですけどこの大作会の時に、えー、新しいことをしてはいけない例えば新しいものを買ったり新しい、えー、おうちに引っ越すだとかとにかく なんか 新しいことを絶対始めちゃダメだとね。まあ僕はあんまり真剣に勉強しなかったんでぼんやりとしか聞いてないですけど、まあとにかくそんな印象ですよ。大作会の時は派手なことをしちゃいけない。何か新たなことを起こしちゃいけない。君らしくないことをやってはいけないとかね。まあこれはいけない、あれはいけないというのがまあ大作会の3年間ですよね。まあただ、あなたが本来ね、えー、自分の人生で全うすべきことね、これはえやっても問題はない。ね、その にななるようなことであれば例えば初めてやることでもまあそんなに間違いはないだろうだけど突拍子もないことを絶対やっちゃいけないみたいなねまあそんなことは言われましたねえー、僕はだから2011年ねえ大作会の前の年これはまあまあいい年らしいんですけどその年から準備を始めて活動を本格的に再開したのが2012年の大作会の入り口の年ですねそして初来 2012年9月15日これはもう大作会の1年目ですよねで開けて、えー、大作会2年目ね2013年には、えー、また徳造さんとかソウルダイナさんね何本かライブをやってますねそして、えー、大作会最後の2014年ね、えー、この年に えー、さなちゃんが、えー、行ってしまいました。ね、もちろん、えー、ライブやりましたよ。4、2、7、そして8月にもやって、えー、確か秋と冬にね、えー、ライブをやりました。えー、大作会に始まって、大作会最後の年もね、さなちゃんを見送りながらね、えー、ライブをやりました。僕は、 この活動自身はアクエリアスの時からやってたし、音楽というのは本当に小学校1年生からやってますね。だけれどもまあ、こういうふうな、えー、言ってみりゃ会社の仕事ね、社業をちょっとほったらかしてね、えー、まあ、音楽とはいえ、ね、本来守らなきゃいけない会社の仕事、ね、そういう社業をちょっとほっぽり出して、こんなことをやり出しました。 大作会にこのライブを始めて、そしてその3年終わって、えー、去年ですね。えー、去年もライブやりました。そして今年もやっています。つまり僕はその大作会に始まって、大作会が明けた後も、この僕自身のえー、音楽活動というのをやっていますね。えー、ところがなぜ今日こんなね、えー、大作会だ、え、ライブだなんて話をしてるかと言いますとですね、 まあ非常に大雑把な言い方なんですけれども、まあ、僕は今ちょっと、えー、非常に険しい峠に差し掛かろうとしています。これはまあ、えー、まあ、いつの日かね。お話しする、えー、時が来たらお話ししようとは思います。けれども、まあ普通だったら。 この険しい峠が大作会に相当するということになるんでしょうけれども僕は大作会を開けて2年目ですね、うん、まあ大作会を開けて1年目2年目3年目っていうのはもう種をまいて芽を出してそれがすくすくと育っていくというね、まあ、最も順風満帆なそういう時期だそうですよねそんな時にね非常に険しい峠に差し掛かりましたそれも最初に に言いました、えー、このの9月15日のライブね自分で言うのもちょっと口はばったいですけどまあまあのところまでね、えー、この4年足掛け5年頑張ってきてね、えー、ここまで来ましたね、えー、まあ今年残りとそして来年もね、えー、バリバリ頑張りたいなと思っているまあ、矢先に、えー、この険しい峠に差し掛かりますね。あのー まあ今まで生きてきていろんなことをあのその都度思いましたけどつまり何のことかっていうと、まあ、今起きてることこれは一体何のために起きてるんだろう、えー、次に起こる何の、まあ、例えば準備なんだろうとかそして 過去にあった何かの、えー、結果なのだろうかとかつまり、えー、何の、えー、因果関係前後関係もないのに、えー、意味のないことが突然起こるというふうには僕は考えてないのでまあ何か、えー、起こったらそれは、えー、そこからさらに遡るところに原因があった、えー、それの結果なのか えーまあえー、将来何か起こるであろうその結果ね、えー、そのための原因なのかね、まあ、必ず何か意味があるはずだと僕はいつも思うんですけどそしてその、えー、つまりどういうことかっていうとその険しい峠ね、まあ、この険しい峠というのはまあ非常に曖昧な言い方で、えー、何のことだかきっとわからないと思うんですけど、まああの僕自身の生活、えー、を一変させる、ねえー、非常に険しいものですね。 えー、非常に大きな、えー、負担を強いられる、えーまあ、それはどの程度のものなのかどんなことなのか僕自身も今想像がつかない状態で,すでもまあどうだろう61年生きてきて、えーまあ、この険しさは初めてじゃないかと思いますね。そそれででのの27年前の、えー、人生で最も ヘビーだった大作会のことを僕はちょっと思い出したのでね、そんな話をしたんですけれども、その時はね、その27年前の大作会はもうそりゃすごい桜んで、僕はこんな苦しい時間は人生の中でもう二度とないだろうとね、そんな風にその当時思いました。だけど、 今新たな峠に差し掛かっていやこっちの方がきついかもしれないぞとね、えー、そんな風にね、えー、まあ思いましたつまりこの先何が起こるか全く予測がつかないという、えー、ことでもあるんですよねなので、えー、まあ僕が今言った因果関係ねこの、えー、険しい峠というのが、えー、それを越えた時の、えー、何かね、えー、僕にその 与えられるものねそれがその峠の向こうに待っているということなのかえ僕が例えば、えー、まああのこの大作会の時にねアルバムだライブだってねそんなことをやったそれが一つの原因となってこの峠が結果なのかもしれないねそうなるとこの峠は、えー、その後何ももたらさないまあ、つまりただ、えー、苦しいだけの峠越えということにね、えー、なってしまうかもしれませんね。あの最初 に言った第六感というのはね僕にそんな能力がちょっとでもあったらねこの峠は一体何なんだろうどんな程度のものでこれは峠の後に何かが待ってるのかねそれとも僕が、えー、犯した何かまあ、過ちとは言わないけれども何か、えーえー、過去に、えー、やったあのー、何かが 起因ししてて今これを結果とねえー、まあ皆さんは何のこと言ってんだかさっぱり分かんないだろうか <laughs> 何言ってんだこいつってことになるかもしれませんけどまあ僕もね一体この先どうなるか全く分かりませんねただあのまあ何て言うんだろうこれからまあ、えー、迎えていく時間ねそんな中で、えー、例えば今やってるこのラジオねそして「暮れ」のアルバム そして年明けてから春にもやりたいライブまあ僕の中にはやりたいことはいっぱいありますねだけどこれは峠越えと一緒にやっていかなきゃいけないことなのでまあ、えー、どうなんだろうそれがあまりにもね、えー、重いものだったら、えー、ちょっと足かせになってしまうかなという気もしていますね 何回か前のラジオでね、えー、僕がまだエモーショナルやって10ドル67の頃にね、カスガイの市民会館のロビーでね、イベントに呼ばれて、えー、で、その時にあの占い師さんが来てて、えー、僕たち見てあげるよって言われてね、あなたはね、ミソラひばりの手相にそっくりだと、ね。でも一つ違うのは、君が花開くのは晩年ですね。晩年というのはもう、えー、死の直前とも、えー、取れる言葉ですからね。 まあえ、そんなことを言われてね、そのことがずっと、別にそれを期待して待ってるわけじゃないですよ。まあ、言っちゃ悪いけどまあ、たかだか占いですからね、えー、口から出まかせ等だって、まあ、取れなくもないんだけど。 まあそんなのをね、その当時言われて、なんか妙に頭の片隅にずっとそれがあってね、え、晩年俺は美空ひばりになってね、不死鳥のように羽ばたくんだってね、まだ死んではいないですけど、まあ、よみがえ蘇ってね、不死鳥のように。ね、そんなことをね、頭にぼんやり描いていたんですけれども、果たしてこの占い師のおばさんね、先ほど言いました、第六感というか、ひらめきがね、鋭い人だったのか、ね、それとももうただのおばさんで、まあ口から出任せを言っただけなのかね、 それがねやがて分かりますよね <laughs> まあ言ってておかしいあの晩年っていつなんだろうまああの、まあ、例えば70で亡くなった人は60からの10年ぐらいを晩年というんじゃないでしょうかね。 だからまあ僕がいつ死ぬのかわからないけれども僕が今晩年なのかどうかもわからないですけどね、まあ、いずれにしても今はっきり分かっているのは非常に険しい峠が今目前に迫ってきていると。そしてえまあ大作会 から始めたこの僕の活動再開がこれが裏目に出るのかねえー、占い師のおばさんが言ったようにこの、えーまあ、大作会から始めはしたけれどもね、えー、頑張ってやったこの4年間がね晩年の、ね、美空ひばりさんにつながっていくのかねえ まあただそうなるとこの峠は一体なんじゃろほいっていうねえ気もしますけれどもねえまあさっきから言ってますように皆さんにおかれましては何のことを言ってるのかさっぱり分かんないだろうからねまあ歯がよいというかえまあ気持ち悪い話かもしれないんですけどまあとにかくね今日延々とこんなね長い時間ねこんなくだらないことを喋ってきましたまあいずれにしてもね915のライブね皆さんがえたくさんお越しくださって応援してくれて僕もねまあなんとかやれました ね、これをね僕はやっぱり、えー、このちょっと燃え出した火をね消したくはないですね、えー、頑張ってねもっともっと大きな炎にねしていきたいと思ってますね。えー、ここのの炎ををね、えー、持ってこの峠を ね、えー、まぁ、あ、そんなことでね、えー、ちょっと取り留めもなさすぎるお話ね、本日の冒頭のたわごとね、えー、第六巻から始まりましてね、えー、大作会のお話、そして、えー、その峠がまさに、えー、目前に迫っているというね、そんなお話でしたね。わけわかりませんね。えー、すいません。ね。あの今、ふっと思い出しましたけれども、その27年前の大作会、 の時に、えー、僕はあのー まあ、その、桜のあまりというか、まあ、それのせいかどうかわからないけど、とにかく無償にですね、えー、武田、ね、えー、マチュピチュですよ、武田にね、帰りたくなってね、もうなんともね、体がもう、うずうずするというか、もう止められなくなってしまって、えー、5歳の時に武田を後にした、えー、と初めて僕はね、武田に戻りました。えー、ですから、それが33の時ですから、僕が5歳に、 武田を出てね名古屋に引っ越してそれから。 28年ぶりですよね。28年ぶりに、えー、武田にね、えー、僕は一人で帰りました。そして、まあ、当てもなくその武田の街をね、まあ、プラプラ歩いてね、写真を撮って、その時は父親はまだあの生きてましたから、生きてたというか、まだ救急車で運ばれる前でしたからね、まあ、父親にその写真を見せてね、えー、父親も何とも言えない表情でね、ん、えー、なんていうんだろう、遠い目で、えー、見ながらね、こんな 風だったよ街はこんな風だったよっていうねえ僕の話にね耳を傾けてましたねえー、まあとにかくねえそ、ー、んなこと今ふっと思い出してしまいましたえー、すいませんねそんなことでそれではね、えー、気分直しにねこんな曲を聴いてください えー、とってもね懐かしい曲ですまあ大体が、えー、新しいアルバムか昔のアクエリアスかしか書けてないわけだからね、えー、半分は懐かしい曲なんですけれども、えー、とってもね懐かしいこの曲を聴いていただいて第1部終了にしたいと思いますそれではどうぞさりゆく君に。